はい。え、テニスのシェカです、えー。今日はですね、やっぱりあの、えっ、ー、と、テニスコーチっていうのは強い選手を育てたいなっみんな思ってるということについてね、ちょっと話したいと思いますね。あの、私もそうですよね。あの、なんていうかね、この、まあ、変なし、まあ、お金儲けでね、こうやってるような人っていうのがイメージあるかもしれないけど、でも多くの人はね、そういうお金儲けというよりも、あの、本当に強いジュを作りたいっていう、えー、願望を持ってるコーチは絶対そっちの方が多いと思うのね。でも、なんて言うんだろう、この現実にね、現実にさらされてそういう夢が積まれていく。 んだろうなっていうね。いうことが多いですよね。ちょっとかわいそうな話を聞くとまずあるね。もう熱血なコーチがね。こう。まだあの入学し,かしたてでね。あのこう意気揚々とテニスクール入ったんでね。 まあ、ある保護者が聞いたんだけども、もうすごいやる気になってね、満々だったんだけど、でもまあ、なんか会社の規則や何やいろんなのがあって、上司にも怒られてですね、熱、え、血、ー、で教えたいんだけど、それもできなくなったよって。で、もう、あの、1ヶ月も経たないうちに、あの、虚勢されたあの犬のようになってたみたいなね、そんな話も聞いてね。まあ、昔だって、こう、弓派が、あの、なんかこう、なんか、そがれて行っていくんだろうな、なんかそんな気しますよね。 ええー、まあそんな中でですね、やっぱりその、なんていうのかな、私もこう思いますもんね。 今、こう、まあ、時間、なんていうか、あの、まあ、ナイターのレッスン一つだけしか持ってない、スクールやってないってどういうことかっていうと、まあ、いろんな問題があって解散したってもあるけど、まず、その、今はちょっと自由な時間をね、ちょっと作ってね、ちょっと自分自身もちょっと好きなことしたいな、好きなことしたいって遊んでるんじゃなくて、まあ、自分の好きな勉強したりとか、いろんなことをやりたいなと思って、だからもう、ちゃんと仕事してるのは、もう土日だけのレッスンと、まあ、あとは、まあ、教材作ったり、何屋作ったりとかして、こう、まあ、細々とはやってるんだけど、でもまあ、好きな時間があるから、まあ、勉強もできるんです いろんなことが経験できるから <laughs> まあその空いてる間にねあの例えばフランス行ったりとか、まあ、韓国遠征行ったりとかっていうふうなことでやってまあ向こうでいろいろ仕入れたこととかねまた今度今あの朝からゴールドコースの人とちょっといろいろお話ししたのでまた今度まあアメリカあとオーストラリアちょっとまた行こうかなとは考えてるんだけどあのー、やっぱりこう なんていうのかな根底にはね、やっぱりいずれまたなんかこうね、あの強いチームを作りたいっていうわけじゃないのね。もうね、私ね、チーム作るっていう気はもう全くないし、テニススクール、スクール自体もやりたくないんだよね。だって、テニススクールじゃ強くなるってことを考えたら、ならないよねと思うのね。やっぱりこの、 なんていうのかなまあ、あの、失礼な話だけど、でも、よっぽどその、なんていうのかなそこのオーナーっていうかね、オーナーがね、やる気になって、もう、そういう体制をガチッと作ってるチームとしてできたらね、強い子はできるとは思うけど。 オーナーがやる気なかったらダメだよね。あとオーナーはもうなんかこうお金儲けしか考えなくてテニスもしない人で。で、その中にしている部下がね、あの、ヘッドコーチがもうテニスやる気満々でね、強く抑さえたいんだとか思っても、オーナーの許可下りない。いちいちオーナーの許可を好な取らなきゃ取れないっていうような、まあどっちかだとそんなのが多いじゃないだから、あの、難しいところがあると思うんだけど、それでもやっぱりなんとかやりたいだと思ってるのね。で、私もそうで、あの、今はこう、 何て言うのかなスクール事業みたいなのを休みしてまあ土日まあなんかいい子がねやる気がある子とかそういう風なな子のための、まあ、できるだけお手伝いをねこうしてできるだけそういう情報をねこう発信していって。 ま、少しでもプラスになれば、というふうな中でね、まあ、いい子が、ね、あの、いい子ってのは、いい子はいっぱいいるんだよ。でも、いい子はいるんだけど、すいません、遠すぎます、とかね、もう、えー、すいません、なんか、あの、あの、あの九州です、とかね、<laughs> なんか、北海道です、とかね、こういうなんとかね、あの、どどど無理じゃないでも、まあ、みんな頑張ってるから、そういう子はそういう子で、まあ、あの遠いところ流れにも、こう、えーあの、応援していって、とは考えてるのね。まあ、まあ、できたら、私が思うのは、まあ、もし、ね、あの、 こうあのまた新しくね、あの強い子っ作るというのにた携わることができるようになったら、あの、もう本当に何ていうのかな、何からやるかって言ったら、まず、まずね、体格作りですね。体格の、まずね、体格の計画しますね。だうち絶対もうデータでしょ、データで管理してるでしょ。 あの、必ず数字では出す方だから、だからまず、あの、成長の過程のどこへにあるかっていうところをまず追っていくので、まあ、あの、データ取りますね。なので、あの、まあ、私だけじゃなくて、本当にやろうという人っていうのは、そこまでデータ化したコーチ、データ化したものを見るコーチが多いと思うから、お父さん、お母さん、必ず成長曲線っていうのはね、これ毎月取っといてほしいから、毎月ね、毎月ち、点でチュッチュッチュ。 ってね、あのー、アプリダメよ。アプリ全然ちょっとわかんないから、細かくわかんないから、普通の,あのダウンロードしてね、まあ、下見後ろ出したけど、ダウンロードして、あの、成長曲線出てくるから、昔はね、もうインターネットない時はもう病院まで行ってたのに、病院の小児科行ってすいませんって、成長曲線の原本くださいとか言って、病院に出たのね、私ね。で、今はもうダウンロードできるから、まあだから、まあ、ダウンロードして、で、あの、それにね、この、こう、なんていうかな、あの、ペンでね、ピッと。 ってこう点つけていくのよ毎月毎月ピッ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 ってただ細かいこと分かるからできたらあのえあの毎月1日だったら1日の何時とか朝7時とかね決めてねでやっつけていくのねでああいうデータがあるとすごく助かるからねだからそういう中からまず体格作りの計画をしてで動き作りをやっていってで体をパーフェクトにした上でえと技術をつけるかなっていうね過程をね え、やっていて、やっぱりそっからね、あのー、できたら、こうね、あのー、もう本当に、あの、活躍できるような子ができたら、で、ま、ある程度、あの、時期が来るとね、まあ、ちょっと、あの、もう本当にプロのとことかなんとか、こう、分かるようなところに、うまくこう、引き継ぎをしてね、こう、今度、こう、預けていくっていうことをこう、やっていくんだけど、 やっぱりこの自分一人ではでも育てきれないところがあるから、その環境ね、私がずっとこう世界回るわけで、そんなお金があるわけじゃないわけだから、あのー、やっぱり、なんていうかね、あの、うまく、えっ、ー、と、次は誰、次はこれ、次はこれってどういうふうに、こう、引き継いでいくっていうね、ラインをね、ちゃんとこう、明確に考えてやっていくっていうことができないと、やっぱり、あのー、体制はしないんだろうなっていうふうな感じにこう思うんですよね。 あのー、なので、まあ中にはね、は抱え込んじゃうコーチいるから、あれはちょっと一つ危険なので、そこはちょっとまあ置いといた方がいいと思うけど、ちゃんとどういうふうな、あの、え展望で考えてあげるかと、提案できるようなにしとかないとな,なかなかね、この辺はちょっと厳しいんだろうな。 私だったらそうするかなってね。そんなにそこがいるんだったら、まあ、見れないにしてもね、アドバイスぐらいはできるから、本気でこう考えたい人だったら、まあ、どんどんね、こう、うちの方で、あの、お問い合わせとかいただければ、まあ、アドバイスできるのと、で、まあ、私が全部つ、つけないにしても、それに近いフォローはね、また今、私も、あの、今、あの、お昼なんだけど、午後からプライベートに、あの、依頼されてるので、まあ、その子のちょっとプライベート、こう、入りも、あの、うん、行くんだけど、 あの、そんな感じでね、あの、まず単発的なとこから始めていて、で、本気でね、こう、取り組むんだったら、こう、どこまで、ずっとそう、私も相当、他のスケジュールも全部ね、あの、えっ、ー、と、置いといて、その子にバーンとこう、かけなきゃいけない場合があるかもわかんないけど、あの、スクールじゃなくて、個別でどういうふうにこう、フォローしていくかっていうふうなものにしていかないと、多分、厳しいやろな、スクールじゃなって思うのね。 あのー、やっぱりそういうの、例えばまた村田勲さんの話じゃないけど、あそこのエリートチームだったら、もうだってすごいもんな、ね、やっぱり面にこうあの選手2人で打ち合いするときはね、であの、コーチ2人いてとかってねあの、まあ、プライベートもあのやっぱりあのしっかりこう、ね、やってるし、で、ちゃんと保護者にちゃんとこう説明しながらやってるしって、ある意味、ああ、なるほどね、こういうシステムなのかと思って。 まあ、あの、一般の人がね、行ったら多分、そこに入れてくれるわけじゃないから、そこに入るって、まあ、あの相当、ならないと、晴れないからね。まあ、一般の人は、まあ、あの、また、ムバトグルーさんとも行こうかなと思ってるから、あの、まあ、一週間単位の、あの、 クラスと、で、2週間単位のクラスがあるから、1回体験っていう感じでね、そういうの本当に見てみて、で、横で、あの、エリートチームがどんなことやってるかっていうのを見ていたらね、あ、なるほどな、こんなことやってるんだっていう、まあ、それでもすごくイメージになると思うしね、まあ、あの、なんていうのかそういうグループレッスンっていうのも、あの、全、ま、くでも質があの、ね、悪いわけじゃないからいいからね、日本でやるよりはね。あの、そういう本物を見ていけば、あの、なんかこう、イメージつくんじゃないのかなってこう思うんですよね。 あの、ということはどういうことかっていうと、やっぱりこう少数で、本当言えばね、二人でいいと思うんだよね、なんかね。まあ、本当四人いたらダブルできるから、ITF ね、やっぱりね、ダブルちゃんと取れないと厳しいんだよな。だから理想で言えば四人かな。四人ね。でもまあ、あの、二人いたら十分なの、なの、は、大しかだから。それでもうなんかね、もうきっちりできるようなものがね、こうできたら面白いなというふうにはこう、まあ思ってるんで。 まあこれもまあ出会いのもんかな。まあ出会いがなかったらまあそれでいいかとかとは思ってるんだけど。 まあ一応ね、まあそんなこの発想もね、こうちょっと考えてね、こうやってるのでね。あの、まあこの間なんかね、あのちょっとグループレッスンちょっと一つ作ってくれないかってうあの、お願いされたんだけども、私でも、あの、基本見た、見たこともないとおかしいけど、あの、新しいプラス作る気はないので、って言ってあの、あくまでもプライベートの枠でしかちょっとできないので、それで了承してくださいねって言って見積もり出して、全部プライベートの金額言ったら、まあ月にあの、十何万、二十万近く出せるよなっててね、いや、これじゃと 案 <laughs> の定来なかったけどねやっぱりあのあの何て言うかこのグループでっていうふうに指定されたらこれプライベート扱いなんてグループレッスンじゃないですからねあの他の子入れないから考えたらグループレッスンって言われるのは誰でも入ってもいいですよってグループレッスンであってでそれとは別にまあエリートチーム作るっていうのはちょっと話別なのでそれはちょっと私もねやっぱりこうしっかり選んでエリートチームで作れたらいいなとは思うけどあのまあね それは様子見ながら。まあ、それに近いのがちょっと ITF チームってのがあるんだけど、もしかしたら。あの、今,今月いっぱいなくなっちゃうけも、ね、あの、ちゃんとあの課題やらないともう解散ねって言ってやるから、ね。あの、でもそれぐらいの気持ちでやんないと多分、トップはいけないだろうなと思う。で、お父さんお母さんでも言いたいんだけど、なんですか、ちょっと課題をね、あの、なんていうの、忙しいからとかっていうふうな、あの、ちょっと疲れてるからという言い訳でね、あの、ストレッチすらもしないとかね、そんなんだったらね。 あのおそらく私は思うけどあの、選手として体制はしないだろうなと思うので、ね、はっきりはっきり言ってね、多分しないと思うんだよ、うん、でするんだったらもうあのや,やってるでしょ、はっきり言ってね、で,でもあの、今後変わるかどうか君次第だからこれは、それは分かんないよ、またこうは言われた、その結果しか見ないからね、まあでもいっ8月12日はできなかったんでね、じゃあ,あのもう終わりだねっていうしかもう言えないから、そうね。 その後、ま、あ頑張ってやるかどうかっていうのは、一回ダメになっても頑張ってるかっていうのは、またそれは本人次第ですね。あの、私は別に頑張るんだったらやるけど、頑張んないんだったらやらないもんっていう、それだけの話でしょ。頑張る子には頑張ってほしいと思ってる。ええー、というふうな感じで、やっぱりこう、なんていうのかな、あの、少数でね、そういう、ね、少数で、かつ、頑張れる子ね、頑張れる子がいて、心打たれるような、おこいつ頑張れるかもしれないって言ったら、やっぱり、あの、頑張るのかもわかんないですね。 あの、そういうものがあったら多分私じゃなくてどこのコーチでも頑張ってくれると思うんだよ、はっきり言ってね。あの、心ゆる、あの、動かされると思う。多分そういう熱き心を持ったコーチは少なくはないと思う。でも、一般の人にはそう見えないのはおそらく多くが時代の流れで心を折られたコーチの方が多いんじゃないのかな <laughs> 見てたら。 そんな感じはしました。ええー、まあ、ということでね、あのー、ちょっと、あの、コーチのね、あの、話とかいろんなのも含めて出させてもらいましたが、ちょっと今、皆さんもいろいろ悩むことがあるかもしれませんけども、ちょっとね、あの、耐えて、えー、やってください。で、ちょっとわかんないことがあったら、私にご連絡いただけたら、私のできる範囲であれば、あの、お答えします。結構辛口に言うかもわかんないです。<laughs> ごめんなさいね。 あの、でも、あの、それは皆さんに本当にね、強くなってほしいからだと思ってるので、えー、その辺はご了承ください。ですね。えー、とりあ頑張ってください。